の絵本はまだ考えるカエルくん。服を着ているフクロウさん。フクロウのおふくろさん。日記。考えている。じっと考えている。何考えている？この道。どれの道？あ、誰か来る。うさぎさん。こんにちは。こんにちは。この道、うさぎさんの道。あ、また誰か来る。キツネさん。こんにちは。こんにちは。この道、キツネさんの道。あ、また誰か来る。イノシシさん。あ、こんにちは。よっしゃ。この道、イノシシさんの道。あ、こっちからも誰か来る。たぬきさん。こんにちは。じゃ、この道、たぬきさんの道。あ、また誰か来る。けむしさん。こんにちは。もこ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 。この道、ケムシさんの道。もこ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 。あ、また誰か来る。エビさん。こんにちは。この道、うさぎさんの道。きつねさんの道。いのししさんの道。たぬきさんの道。けむしさんの道。へびさんの道。ねずみくんの道。カエルくんの道。だけどこの道、どこへ行く？道？たぬきさん、どこ行った？ケムシさん、どこ行った？ヘビさん、どこ行った？だけどこの道、どこから来る？道？うさぎさん、どこから来た？キツネさん、どこから来た？イノシシさん、
どこから来た？考えている。向こうを見ている。考えている。向こうを見に行った。考えている。向こうを見てきた。一緒に行ってみよう。うん、行ってみよう。うん、うん、道まだ続いている。もっと行ってみよう。うん、道まだ続いている。だけど本当にどこへ行く道？もう、いいとこへ行くんだ、きっと。うん、もっと行ってみよう。うん、たぬきさん、いいとこ行ったんだ。うん、けむしさん、いいとこ行ったんだ。エビさん、いいとこ行ったんだ。うん、もっと行ってみよう。うん、うさぎさん、いいとこから来たんだ。うん、きつねさん、いいとこから来たんだ。うん、いのししさん、いいとこから来たんだ。だけど、いいとこって、どんなとこ？いい人がいるんだ、きっと。うん、いい人？うん、いい人って、どんな人？人だ、きっと。お、もっと行ってみよう。うん、たぬきさん、好きな人のとこ行ったんだ。うん、けむしさん、好きな人のとこ行ったんだ。うん、ヘビさん、好きな人のとこ行ったんだ。もっと行ってみよう。うん、うさぎさん、好きな人のとこから来たんだ。うん、きつねさん、好きな人のとこから来たんだ。うん、いのししさん、好きな人のとこから来たんだ。うん、もっと行ってみよう。うん、いいとこに行けるかな。うん、もっと行ってみよう。うん、好きな人に会えるかな。中川町にある岩村和夫絵本の丘美術館では、現在絵本と自然と子ども特訓トラックブブー展が開催されています。岩村和夫先生の4人のお孫さんがモデルの特訓トラックシリーズ、絵本原画およそ70点を展示しています。また、どんな画材で描いていますか、絵本はどうやって作りますか、など質問に答えながら、絵本作りの秘密や生き物たちとの出会いを
書き下ろしのエッセイで紹介しています。11月28日までの開催です。番組で紹介している考えるカエルくんはシリーズとして現在4冊の本が出版されています。素朴な疑問をカエルくんとネズミくんがゆったり楽しくじっくりと考えています。またテレビで絵本は番組見逃し配信として YouTube チャンネルとちテレ公式アーカイブでも視聴可能です。ぜひご覧ください。